さあ、というわけで、よし44チャンネル、よしです。マイナスです。さあ、この間ですね、ラファエルさんとヒカルさんの動画に、出させていただきまして、あの中でちょっと披露させてもらってるラファエルさんの時計とかね、指輪を取った、ちょっとマジックがあるんですけど、まあ、あれの解説やな。ミスディレクションっていうテクニック、うん、そうなんですよ、ミスディレクションっていう、まあ、マジック用語なんですけど、別のことをやりながら別のことを実はどっかで起こしてるみたいな、まあその詐欺師とかスリの人がよく使う技なんですけど、あ、どうもスリチューブですこの間ずっと言われてたからね、はい、犯罪者です、うん、言われましたからね。そういう感じで、あの時ラファさんの時計と指輪を盗んだわけですよ。で、ここにもラファさんが、まあ、お金を置いてたんですけど、テーブルにね。で、まぁ、ちょっとその時の再現したいと思います。種を明かしながら行きましょう。じゃあ1枚ね、ちょっと好きなところでストップって言ってもらえればいいですか。はいはい、ストップ。はい、このカード見てもらいましょう。はいね、見てもらいました。オッケー。じゃあそのカードを入れてもらおう。はい、入れて、うん、で、こうやって入れてもらって混ぜますよーとか言いながらね、当時よいしょ。で、まぁ、この時はまぁ、ちょっとカードのコントロールって言って、まあ、マジックできる人だったらできるんですけど、ちょっとこれは難しいから、まあ、説明はせんかな。うん、で、スペードの11、これじゃないですよね、違います、はい、じゃあこれちょっと手にね、握ってもらいましょうって言って、こう握ってもらったんですよ。で、こうちょっと絶対話さんといてくださいね。で、まあその時にハンカチを使ったんですけど、ハンカチをこうかぶせてね、かぶせて、今どうですか、まだある感じですよね。あります、絶対ありますよね。一回確認しよう、ありますよね、いいですかって言って、もう一回かぶせた。この時に実は下で行われてるのが、ここで僕は親指で押さえながらまず指輪抜いたんですよね、相手の指輪を抜いた。で、その後にラファさんがつけ取った時計をピンピン、あ、まあ、ピンって言って外して、これも下でね、実は行われてたんですよ。ピューって動かして取ってるんですよ、この。でも手をね、ギュッて握ってるから意外とここの感覚がなくなってね、ここに集中してるからバレないんですよ、時計取っても。で、まあこういう感じやわ、こう、これが下で行われてて、そのままもう取ってて、いいっすね、じゃあみたいな。で、じゃあ行きますよ、ワン、ツー、スリー、ケン、もう多分変わったっすわって言って変えました。その時も時計は僕はゲットしてます。そして指輪は指輪で指につけてました。で、うわーすごいってなってる間に、じゃあどんどん行きましょう。ラファさん、ちなみにこの指輪見てください。さっきラファさんの指についてたやつなんですよ。もうやられてるやんみたいな感じがあってねで、じゃあ行きます、この指輪をさらに使って、まずね、ここに、ほい、今、ありますよね、あります、ピュッ、今どこでしょう、ここ、そう、正解、まだあるんですよ。で、これをね、ピュッて、もう一回握って、スッと、ほら、今、消えたんじゃないですか、消えたでしょ、今、これは、右手にあるんですよ、この時に、見ました、今、もう、お金取ってますからね、ここにあったやつを、そう、これは、いきましょう、説明をすると、もう一回いくよ、ピュッと、やる、で、これ、2回目の時、実は、右手から指を、渡したふりして手に持ってんのよ、ピッと、はい、ここだから右手に指輪そのまんまで、ここに指輪はないけれど、ここをみんなが見ますから、そのまま顔の上でパーン消えました。そのついでにお金をゲッチュー、これがスリのプロです。スリチューバー、はいどうも、いや、はいどうもじゃないそう、でもここでお金回収して、こっちに置いといたわけです。で、指輪ここにありますよ、もう一回行きましょうか。ここでワン、ツー、スリー、これはね、取ったふりしてるんですよ、こうやって。今こっちに見えるけど、実はここにあって、これは取ったふりを、こうやって。まさにペテン師。ありがとう。やりやった。ね、もう一回行くよ。いや、どんなギャップしてんの、どれ、こうやってやって。持ってるように見せといて。チュンチュン、パー、消えました。どこでしょう、ラファさん。ポテトの中あったらすごくないですか。立ってください。で、立ってもらって、これ、ポテトこう、あ、これは何や。これは、携帯やとね。いいですか、あ、こっちかなと言いながら、こっちか、こっちかなって言ってる、こっち言いながら、指輪を抜きながら、実はこっちで携帯電話も盗んでるんですよ。これがアントニーのためですね。で、すぐに僕ポテトここにあったんで、スッて入れたんですけど、あと気になる点が1個あるんですよ。見てください、チャック全開ですからね見てください、チャック全開ですよ、この人。マジック関係ない。そうだからもうそれもできたらおもろかったんやけどな、滑ったやったからやっぱりさあ、ということでね、
前回やったマジックの種はこんなところかな、うん、なるほど。つまり、うん、他に意識を集中させて盗むってことですね。そうです、うん、これは僕は今回こうやって一人でやりましたけど、実はね、海外とかでよくあのスリに会う方いるじゃないですか。あれってね、2人組3人組が多くて、例えばそうだな、まあボーンって僕がぶつかりました道で、で、すいませんみたいな会話してる最中に他の仲間が荷物を取っていったりとかをよくやるんですよ。なるほど。これがね、海外のほんまにスリの手法なんで、そういうのに気をつけて、とにかくまず自分で必ず物を持つ、あと誰かとぶつかったら周りにちゃんと見ながらその人ともちゃんと会話すると、こういうとこね気をつけてもらえれば海外でね困ることもないんでしょうかと思いますんで、そしてまだ見てない方もいると思うんで、その方たちはヒカルさんとラファエルさんのチャンネルもちょっとぜひご覧になってからまた僕のところに戻ってきてください。そしたら分かりやすいチャンネルになってるよね。確かに。あ、もう往復してきてもらえればすごい分かりやすい。行って帰って行って帰ってってずっとやってください。1年ぐらい1年ぐらいやってくれたら僕もラファさんもヒカルさんもみんな喜ぶんでね、はい、よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、よしでした。サイラスでした。バイバーイ。